はい、どうもロックスタンドです。トライブ版720の方、取り付けいたしましたのでご紹介していきたいと思います。場所はですね、ルームミラーの裏ですね。インプレッサーはですね、助手席側の、あれですね、水滴、雨降った時のあれがワイパーでかけないので、ルームミラー裏がベストかなと思います。ドライブ版720ですと、上下反転モードがないので、ダッシュボードに取り付けることはあんまりお勧めできないですね。反対になっちゃうんで、1080だと上下反転ができるので、ダッシュボードにも取り付けができるみたいです。ということで、まあこんな宙吊りな形になっております。そうですね、1分経つと、このようなあの時計モードになります。時計合ってないんですけど、後で合わせたいと思います。ですね、でまあこの状態でもう録画されてるんですけど、どっかボタンを押せばこうやって表示されますね。でまあ録画時間とか、マイクオンになってるか、時計非表示設定にしてるとか、そういうのが出ますね。うん。でまあ電源なんですけど、まあこの上を通してピラーから下ろして、そうですね、ヒューズボックス裏の、オプションカプラー、スバルのオプションカプラーがピョンと出てるんですけど、そこの、赤黄色の線ですね、それが ACC になっていますので、そちらから、撮ることをお勧めします。ちょっとオーディオ裏ではね届かないと思うっていうか、めんどくさいですしね、やっぱりあのヒューズ裏にピョンと入ってるので、探してみてください。まあインプレッサーだけなのかな。まあ、スバル車は大抵オプションカプラーが、裏からピョンって出てるので、まあ、そちらから撮ってください。はい。という感じですね。で、まあ、ではだらだらあまり説明してもよろしくないと思うんで、実際に走行している画像を、ご覧ください。どうぞ。
はい。どうでしたでしょうか。なかなかね、まあ、やっぱりビデオカメラとかデジカメにはかなわないですけど、スムーズでとても、ドラレコとしては綺麗だと思いますね、私でも。はい。そうですね。で、大体5分刻みで1ファイルにされるんですけれども、5分で大体、容量が 160MB になります。はい。そうですね、720p で5分撮って160MB っていうのは、やっぱりさすがドラレコだなと思いますね。うん。ちなみにビデオカメラだと、私が使ってるのだと、まあそうですね、5分撮ったらもう1ギガは余裕で超えますからね、全然違いますよね。はい、さすがドラレコといった感じです。それでは、まあ今回はドライブは720の、ご紹介でした。はい、もし興味がある方は、ね、あのドライブマンシリーズ検討してみてください。はい、それでは、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。